3月11日は地震発生時は家にいて、いつもと同じように楽器の練習してたら地震がやってきて、でそのまま収まるだろうと思ってしばらく弾いてたら、もう周りの立ててたギターとか本棚の本とかも全部倒れちゃって、ずっと収まらないからやばいやばいって机の下に潜って見て、うん、見てました。はい、家は大丈夫だったんですか？家は大丈夫でした。でもやっぱりお風呂場にひびが入ったりタイルが落ちてきたりして、あとは庭の土がなんか地盤沈下みたいに沈んでしまって、はい、なんか懐中電灯を買ってなかったのでもう焦って、そうですね、ろうそくのちっちゃい仏壇用のちっちゃいろうそくなんですけど、それをたくさん立てて、もうそれを囲んで家族でこう一部屋に集まって過ごします。やっぱなんかなんだろう、これを体験したことなかったから、本当に停電とか、これからどうなるんだろうってずっと一日考えて、眠れなくて余震がひどくて、ずっと一日一晩中ラジオつけっぱなしで、そういうのが何日か続きました。やっぱりなんかもう自分が震災にあって水出なかったりガス出なかったり関わってる時はもうこれからどうなるんだろうって情報を求めたりしたけど、もう生活が落ち着いて街も落ち着いてなんか収まってくると、自分から情報を求めることが減った気がします。やっぱなんか落ち着いてくると地震がもう遠い存在っていうか、なんだろう、日常と関わりのなくなってしまって、もう普通の生活が戻ってきたような感じになってしまって、まだまだなんか困ってる人たくさんいるのに、自分の周りばっかり見てると本当に普通の生活に戻ったってもう勝手に思い込んじゃう。ボランティアセンターにいた時の話なんですけど、もう最初のうちはもうみんな助けたい助けたいってたくさん集まってくるじゃないですか。それがだんだん日常生活に戻ってきて、バイトが始まったり学校始まったりすると、やっぱりそれぞれの生活があって戻っていってしまって、もうスタッフが減ってくるともう代わりがいないから、毎日毎日スタッフがたくさんじゃない、同じ人ばっかりが来るようになって、毎日来るのしんどいな、なんかどこかで自分の中でもなんかそのボランティアセンター抜けるタイミングを考えちゃったんですね。でも本当はなんか助けてくて来たのに、なんかいつの間にかボランティアって自分がやりたいと思っていくのに義務みたいな感じになっちゃって、ボランティアが、それがちょっとありましたね。あとは行かなきゃ行かなきゃって、自分なんかより困ってる人たくさんいるんだからって、